よし、うん、あ熱い。これあーコピーできねえか。どっか出しときたいな。あ、いいね。あ、音ダブってる、ごめん。よし、これどっかにテキスト入れたいな。フォント、フォント何でもいいな。一回これで。ハイスタンダード、でかいな。150ぐらいで、ああそれでもでかいな。100ぐらいか。 OK。 ふう、誰か来ないかね。YouTube ライブですが、よし、お疲れ様です。聞く。暑かったから今日竹がビールがしみるね。いや、ちょっと音楽の話はしたい、誰かと。誰でもいいから。なんだこの線、なんだこの線は、何の線これ。画面キャプチャーか。ふう、こんばんは、こんばんは。どなたかお話しませんか。今日ライブに行ってきたんですよ。めちゃくちゃ久しぶりにフェスに。
5年ぶりか。フェス自体は多分5年ぶりか。初めてのサタニックカーニバルだったんですけど、出るのうちとしては。2016年に、一回チケット取ったことがあって、まだ一日、ワンデー時代かな。行こうと思ってたんだけど、ちょっと職場で不法があって、あ、これはいけないわ、ということで、他の人に譲って、それ以降ね、一回も行ったことなかったんだけど、そう。2018年ぶりに、ハイスタンダードを見てきましたね。2018のエアジャムぶりか。うん。てか、ハイスタが多分ライブするのもそれぶりなんじゃないのかな。2018年のエアジャムが最後で、そっから多分5年やってなかったんじゃないのかなって思うんだけど。いや、もう、およそ5年。うん。まあ、今日のハイスタンライブはちょっと特別なライブで、ドラムのね、常さんが亡くなってからの一発目のね、ライブ。だまあ、オリジナルメンバーは2人だけ。難波くんとケンくんだけですね。という中で、まあ、ドラマは友達に叩いてもらいますという発表が最初にあった状態での、サタニック参戦というね、ことだったんで。いや、かなりね、楽しみにしてたんですよ。まあ、期待を裏切らないライブだったんですけど、っていう話をね、したいんだけど、コメントないのよ。誰かな、なんかコメント欲しいな。しにくいよね。誰もコメントしてないと、一人目ってしにくいよな。わかるんだよね。なんでもいいんですよ、こんばんは、とかでもね。寂しいんで、どなたか何か書いてくれるととっても嬉しいんですけど、チャンネル登録してない方でもね、全然 OK。初見さんでも、どなたでも、全然 OK なので、コメントくれたら嬉しいですね。まあ、見てる人がいないっていう、俺が多分 YouTube でライブやるのが久しぶりすぎて、しかもただの雑談なので。まあコメント来ないかな、これ。ツイキャスとかでやった方がよかったか、ツイッチか。まあちょっと飲みながら待ちますか。あ、タイトル変えよう。ハイスター5年ぶり見てきたから飲むに変えるわ、タイトル。そう、飲みたいんで俺。飲みたいんですよ。から、飲むわ。よし、OK。ふぅ。ハイスさんセットリストの話したいんだけど。誰かコメントくれたらちょっとハイスさん話したいんだけどな。どなたかいませんか？こういうこと言ってるとね、書きにくいのよ。わかってんの、俺も。もし自分が見に行く立場だったら、書きにくいこと非常によく分かってるんだけど、そこをなんとか、俺今日まだこれ、ライブ行ってた時のね、T シャツ、このまんまですから、メガネ以外。このまんま、まだシャワーも浴びてないんですよ。気持ちがね、収まらないので、ライブしたくて、YouTube つけたんですけども、行った人いないかな、今日。今日サタニックカーニバル行ったって人いないかな。いないか。悲しい。動画にすればよかったかな。動画を撮ればよかったのか、俺は。まあ話しますか。とりあえず子供と行ってきたんですよ。子供と行ってきて、幕張メッセね。会場は幕張メッセだったんですけど、真ん中が、フリーのスタンディングエリア。で、その両脇にセーフティーエリアっていうのが今あって、ちょ、出した方がいいかな、これ。出した方が分かりやすいかな。サタニックカーニバル。サタニックカーニバル、
エリアマップエリアマップありますか。あったあったあった、これね、これ画像保存して、出しますわ。プラスで画像4参照。こういう感じだったんですね。もっと小さくすればいいか。うん。出るのちこっちに移して。OK。うん。梅。今、ゆうすけ来てて、鎮座見に行って、マジで。そっちの方が、そっちの方がって言ったらあれだわ。ごめん。俺は配信したんですよ、一番は。ブルハーブ見たいけどね。うん。あ、そうだよね。北海道行ってるって言ってたね。ブルハーブも見に行くよって書いてるんだよね、これ。もうごじってるけど。見たよか。いいなぁ、ブルハーブ。俺、平岸に行ったことあるんだよね。ブルハーブのね、地元。札幌平岸。うん。お葬式で行きました。平岸にある、なんつったっけ、極楽寺っつったっけな、極楽寺だかなんだかっていう寺で、お通夜と、そう、告別式ね。北海道滞在時間26時間っていう最短記録。はい。いいな、チンザドープネスとブルハブ。すごい組み合わせ。ブルハブはね、俺最後に見たのは、それこそ2016年の、違う。2013年か。俺もそれぐらいから見てないんか。10年見てないね。うん。10年だね。そう、ブルーハーブ語る会じゃないんだった。そうだった。ありがとう。コメント助かるわ、本当に。俺もう、誰も来なかったらどうしようと思いながら、もう枠立てたんだけどね、これね。そう。で、話しますね。ね。これは、画面共有した方が早いか、これ。画面共有しますか。画面共有しますね。その方が早いね。ちょっとこの画像消して、画面キャプチャーで。こうっすね。これがサタニックカーニバルの全体エリアだったんですよね。で、これが真ん中のスタンディングエリア。幕張メッセって分かります？これが、こういう9番、10番、11番。9、10、11っていうあの3つ独立してるホールあるでしょ。あそこをぶち抜いてたんですけど、で、こっから入ってきて、あるでしょ？エスカレーターみたいな。あ、こっちか。これエスカレーターか。2階通路通ってきて、こう降りてきて、入ってくると。で、まぁ、ちょっと、ドリンクブースとかあったり、この12345が何か知らないけど、あ、これはスポンサーのブースですね。はい。ちょろっと見ました。お金がないんで何も買ってないです。はい。このね、セーフティーエリアっていうのがあるの。両端に。メインステージに向かって、両脇が、セーフティーエリアって言われる。俺これ知らなかったんだけど、こういうシステムが今あるってことを。ここは、モッシュしちゃいけないんですよ。まあ、ジャンプするくらいならいいのかな。まあ、暴れちゃいけない。ダイブもちろん禁止。ここはもう何でもありのエリアね。本当は多分イベント的にはダメなんだろうけど、まあ何でもありのエリアね。うん。で、ここがセーフティーエリア前方っつって、ちょっとこの、ここのスピーカー、どでかいスピーカーの前までこう入っていける、斜めにこうステージを見れるエリアがあって、ここが抽選で申し込める。そう。で、ここには当たったんですよ。ハイスターもダメだったんだけど、ヘイスミスと、今日のタイムテーブルが、こんな感じ。こっちがサタンステージね。今言ってた方の、でっかい方のステージ。で、俺が行ったのは14時ぐらいからだったんで、マキシマルズホルモンから見て。で、マキシマルズホルモンさっきのセーフティーエリアで、うちの息子の初めてのラウドミュージックデビューが、ホルモンだった。でん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 で出てきてさ、いつものSE で。そう。音、耳が壊れるとか言ってたけど、ちょっと耳こうね、タオルでカバーしてあげながら。
昔こうイヤーカフみたいなねマフあったから、それ持ってきてあげればよかったなと思ったんだけど、まあまあまあ楽しいんで、でその後ちょっと周り見に行こうかって、ちょっとシムは多分2連続うるさいのだとちょっと疲れちゃうかなと思ったから、シムちょっと申し訳ないけど飛ばして外のエリアをね見て、でまあローアイ Q1 の時に、戻るみたいな感じ。ただ会場内でちょっと写真撮りたかったから並んでる感じでちょっと流して、でヘイスミス10フィットハイスタンダードという感じで見て、そうあのねこのマップがここ当たっ、ヘイスミスこっちで見て、あじゃあマキシマムソルもこっちで見て、ヘイスミスこっちで見たんですけど、こっちがね穴場だったの。なぜならみんなここに、ここがあの外のさケバブとかラーメンとかいろんなこうご飯屋さんのブースがバーっと外並んで、タバコここで吸えたりとか、だいたいここに人がいっぱいいるんだけど、でこっち物販があって、物販ももう午後はもうほぼ人並んでないから開放されて休憩スペースになってるんだけど、こっち最初入ったんだけど結構混んでて、このセーフティーエリアも、でファミリーエリアっていうのは子供連れの人が入れるところで、子供用にちょっと段が置いてあって、そこは大人乗っちゃいけないんだけど、子供がまあ大人と同じ目線の高さで見れるよっていう風になってるわけ。だからここに入れる権利持ってない時はファミリーエリアで見たんだけど、あのねハイスタはね、俺どこだ、この辺から見てたのかな、この人、これ俺だわ、これ俺と俺の子供なんだけど、この2人ちょっと ちっちゃいかな、大きくするわ、これね、このこれ俺と俺の子供なのよ。なぜかサイトに反映されてるけど、でもう一組パパ友さんとその子供いたんで、これって俺たちのことなのね。俺たちこっから見てたんだけど、あのねめちゃくちゃ良かった。あこんな配慮が今あるんだと、ライブてかフェスにはね、それがまず嬉しかったね。でセーフティーの人たちも結構ぎゅうぎゅう、もうパンパンだったけど、ハイスタの時は10フィートぐらいからパンパンになってて、ただここほんとね全然ぎゅうぎゅうならないから子供に配慮されてるし、ハイスタのライブは昔ファミリーエリアとかあったんだけど、スタンド席とかだったから、一番後ろだったかな、なんかちょっと入ったことなかったけど、今回はこんな横にあるんだと思ってさ、かなりゆったり見れましたね。うん、もうでもねほんと泣きましたわ。ちょっとセットリストを 見たい。セットリスト見ていいですか。ハイスタで多分調べたら、誰かのセットリスト借りてくるわ。これ借りるわ。ね。この人のやつ。これちょっと借りますね。じゃあ1曲目からいこうか。ちょ、隠すわ。1曲、めんどくさいでしょ、これ。めんどくさい配信だけど。1曲目からいきますね。まずドラムがいないんですよ。常さん亡くなったから。常さん亡くなって、ドラムがいないから、誰が叩くかっていうのは当日まで。内緒。で、この最初、エイジって書いて、過去、ケン横山。これは、要は、ハイスタのギターボーカルの、ケン君、横山ケンさんの、やってる、ケン横山っていうバンド、ケンバンドのドラムのエイジさん、えっちゃんですね。が、最初から座ってて、よろしくみたいな感じで始まって、スタートトゥデイ、わかるこれ、スタートトゥデイって曲があるんですけど、まあ、要は、今日から新ハイスタ始まるよっていう意味合いなんですよ、これ。もう俺そこでいきなりもうちょっと涙出てきちゃって、うわーみたいな。やると思ってなかったから、こういう昔の曲をあんまり。で、スタートトゥデイで、うわーちょっと涙腺もう、ガーってなってる時に、もう2曲目でいきなり、ステイゴールドなんですよ。これもうハイスタの中の、まあ、最も有名な曲ですね。メイキングザロードってアルバムの、4枚目のアルバムの中の1曲なんですけど、まあ、この曲に救われた人たくさんいると。でも俺たちも救われたんだ。この曲に何度救われてきたか。ね。闇にいるなら光を探せ。光がないなら自分が輝け。ステイゴールドって言って始まったライブがあるんだけど、それ横浜アリーナでやったやつ。俺も見に行ったんだけどね。2018年の2月。その MC を再現しようとして、ナウマくんが、ね、闇にいるなら光を探せって言おうとして、後ろの方の部分の光がないならって気になり始めて、
んってなって間違えちゃったよ順番とか、もう緊張してるわけ。ハイストのメンバーもやっぱ緊張してるわけ、いつもと違うから。だっていつもの3人じゃないんだからね、間違えたよっつってもう一回言い直して、でステイゴールドっつって来て、ステイゴールドもうぐっちゃぐちゃになってて、俺ちょっと子供に見せてあげたくてさ、こうやってもう抱っこしてこうやって高いところからね見せてあげたら、人の上を人が泳いでたよとか言ってさそう、うちの子供がね、うん、あれ頭おかしいじゃないって言ってたけど、うん、頭おかしい人たちの集まりなんだよね今日はって言って、そうだ、お父さんも頭おかしいんだよね、君ももう仲間入りだよっていう風な話をしながら、まあライブは進んでいくわけですよ。そして3曲目ファイティングフィストアングリーソウル、これももうだから3枚目のアングリーフィストっていうアルバムの、まあ、表題曲、うわここ持ってくるんだと。でまあドラムの人はもう入りミスってさちょっとぐだったんだけど、でもなんかね、もうその、いろんな思い、やっぱ昔の曲聴くと、その時の思い出とかね、蘇ってくるじゃないですか。で、デルノーチもやっぱそういうのを蘇ってきて、この曲、よく、あの時聴いてたなとかね、あとはまあ、ハイスターとの思い出とかも、僕も結構な回数、ハイスターライブ行ってるんで、なんかいろいろ思い出してきて、ま、もうこの3曲目ぐらいまでもうずっともうほぼ泣いてるような、子供にもういるのにちょっとこうなって泣いてて、でもう一人一緒にいたパパトムさんはもう97年のエアジャムから行ってるような人だから、もうガチ中のガチの人ね。僕が初めてエアジャム行ったの2000年なんで、もう3年先輩みたいなね、ハイスターのそう、その人とその人はもう歌う気満々、シンガロングする気満々なんで、デルノーチさん今日喉飴持ってきたんで食べますみたいな俺が一つ下なんだけどありがとうございますとかって喉飴舐めながら、でこのアングリーフィスアングリファイティングフィスアングリーソウル聞いた後にクロスツーミーですよ。これももうだからもうそのアングリーフィストっていうアルバムに入ってる、名曲、ちょっともう興奮して眼鏡曇ってきてるけど、あのねちょっと泣いてるのかもしれない今。これは間違えちゃいけないのは、ハイスターってね、レコーディングが最初のファーストは日本で撮ってんすけど、セカンドとサード、グローイングアップってアルバムと、アングリーフィストってアルバムはトイズファクトリーが出してるんだけど、トイズファクトリーから出てる日本版とファットレコードからアメリカのカリフォルニアのファットレコードから出てる洋版があって、俺が持ってたのは洋版なんですよ。当時俺海外にいたから。でクロス・トゥ・ミーの存在知らなかったので、日本版を聞いた時に初めてクロス・トゥ・ミー見つけてね、マジカル・マッチョさんこんばんはチャオ何この名曲っていう思いで俺のね、クロスではでもまあいい曲なんですよ。まあそばにいてって意味なんだけど、クロス・トゥ・ミーそばにいてよと MC 入れて、みんなもねずっとそばにいてよねっていう、ナンバ君が、なんちゃんがそういうこと言って、もう本当にもう、うわーここまでルーセン崩壊。でも、MC でさ、今回ね、いろんな人にドラムを頼む上で、こう、3時間の、リハーサル、まあ、スタジオ練習を2回ぐらいしかできなかった。合計6時間くらいの練習しかできてない中、今日の本番に挑んでるんだよねみたいな話して、でケン君がさ、えっちゃんに失敗したのなんか誰も気にしねえよ大丈夫だよっていうのが絶対あって怒るでしょみたいなね雰囲気出しながら、うん、でも常も見てるよっていう、だ常も来てたかなって今コメント YYA さんからありましたけども、常来てたと思うよ俺は。あそこに俺はまあもうそういうなんだろう、いると信じてね見てました。絶対これ常にいるって思って。うん。そう。で、そっから、そんな俺たちね、練習全然できてない、俺たちだ、ぐだぐだな俺たちなんだけど、まさかそんな俺たちは新曲をやるんだよね。つって、新曲をやったんですよ。はい。あ、ちょっと待ってね。これ。あれ？出てこねえ。おい、どういった？ I'm a Rat。I'm a Rat がまたね、いい曲なんですよ、これ。これが、まあ、常が最後に叩いた
去年の12月にレコーディングしたこの1曲を引っ提げて今年のサタニックカーニバルにも出るっていうのが決まってたわけです。亡くなる前から、まあそんなエピソードもねちょっと話しながら、でまあ何より今年はハイスターこのサタニック一本集中で考えてたから、そのピザオブデスが主催してるイベントなんだけど、ピザオブデスの社長っていうのは横山健ですよ。だけどサタニックカーニバルっていうのは横山健はもうブッキングとか関わってないらしいんですよ。イソっていう、まあ、社員さんが全てやってて、その人もフル株の人なんだけど、でこのイソからね、そのサタニックハイスター出れませんかって言われて、最初に出ようよって言ったのが、まあ、常ちゃんだったんだよねとかっつってさ、だからそれ楽しみにしてたはずなんだ今日。でもああいうことになってしまってどうしよう、でもやっぱ出るしかないよねっていうことで今回友達に頼んでね、うん、やってくれるっていう、うん。でこのアイマーラット、これはデジタル配信とが先行だったかな。で版 CD の方は日本版って出てんのかな、ファットの方はあるのかな、なんかとにかくファット版の方は全額売り上げは常の家族に寄付するっつってファットマイクは言ってた。でこの曲作詞作曲ファットマイクなのよ、ノー FX の。そうノー FX だから曲がちょっとねノー F っぽくて、もうドラムもめちゃくちゃ難しいんだけど、これ常じゃないと無理なんじゃないのと思ったけど、まあうん、新曲でしたね、ハイスターのね。どのドラムスが一番ハマってた？あのね、うん、もうちょっと順を追って話すわ。うん。セブンインチのみか。日本版もあったっけ？洋版はあったような気がするんだけどな。まあ、とにかくファットマイクは作って。で、俺はこれ読んでるの、俺が読んだのは、その、ノーエフェクトも解散発表してて、今ファイナルツアーやってるんですよ、世界で。で、日本も絶対来ると思ってて、なぜならファットツアーって日本でもやってたし、ファットの25周年も日本でもやって、ハイスターも出たし、で、日本でノーエフェクトが最後のツアーやるってなったら、絶対俺ハイスターが一緒に回ると思ってるの、思ってたの。で、常がああいうことになって、だどうなるのかな。だその時にこの曲一緒にやろうぜっつってもらった曲なんじゃないかなって思ってるの。去年の年末に。そう。で、今年は本当は精力的に動くはずだったんだって。で、ケン君のブログでも、もう、ケン横山を頑張る年はハイスターをやらない。ハイスターを頑張る年はケン横山のツアーやらないって今まで分けてやってきたけど、もうそんなこと言ってたらジジイになっちゃうし、やりたいことはできなくなるから、やれる時にやろうっていう方針に切り替えた矢先に常になくなってしまった。そう。でも畳まないって決めたから、二人は。うん。これからは、次のドラムを呼び込む前にね、ここで終わりなんだよ、エッチャーの番は。6曲目から次のドラムが出てくるんだけど、ドラマーがね。その時に話してたのが、次ハイスターがライブやるときは、そのハイスター、まあ、サポートメンバーになるのか加入してもらうのかっていうのはまだわからないけども、ハイスターに専念してもらえるような人が見つかった時にやる。だから今日みたいにいろんなドラマーにお願いして頼んで出てもらうっていう形は最初で最後になるかもしれないっていうふうに言ってた。うん。だすごくなんか特別な日だったね。うん。でここから次のドラムに行きます。ザックス・ザ・フロム・ザ・ボーンズ。これね、昨日サタニック出てたんですけど、ジェシーのライズのジェシーのバンドですね。で1曲目アナザー・スターティング・ライン、これも俺好きな曲で、これはハイスターが復帰して、復活してから一発目に出た、オリジナルソングですね。これもう新しいスタートラインっていう、新しくもう一つのスターティングラインか。俺も結構なんか節目の時に聴きたくなる曲なんだけど、これね、本当にもう、うん、もう良かった。でね、なんかこのザックスのドラムは俺すごく良かったね。なんか安心して聴けたかな。えっちゃんのファイティングスト入り間違ったっていうのもあったし、ちょっと曲がね、
思い入れの強すぎる曲たちだったから、そう、Start Today、Stay Gold、Fighting with Cross to Me からの I'm Not でしょ。だここはちょっとね、もう、厳しい目で見ちゃった部分もあるかな。えっちゃんに関してはね。全然悪くないんだよ。乗れたし、なんなら俺泣いたしね。うん、でもザックスのドラムはほんと良かった。この次の曲、My Heart Feels So Free、 俺これよく俺カバーしてライブでやってたんだけど、これもめちゃくちゃ良かったしね。流行りのなんかツクツツツツツデレン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 ってベースから入るんだけど、デレンデレンデレン、ベースのこうハーモニクスから入るんだけどね。あ、さくら小田さん、デリノさんお久しぶりです。 KP、 あ、500円スーパーチャットありがとうございます。いただきます。お久しぶり。なんちゃんもツイッターでサタニックでの名義の出し方、あれは迷うと思うよ。難しいよ、あれ。ハイスターだけど、ハイスターじゃないって言われたらハイスターじゃないし、そんなの本人たちが一番分かってるしね。今、俺たちはハイスタンダードじゃないっていう。でも本人たちが、これがハイスターなんだって言ったら、ハイスタンダードなんだから、それは。こっちはもうそれについていくしかないっていうか、ついていきたいし、むしろ。ついていきたいと思った、今日。うん。ごめんね、俺今日ちょっと厚めに話すから、暑いと思ったらクーラーつけてくださいね。うん、ドラム交代の時はどんな感じ？ぬるっと変わって、紹介しながら。だから、はけていく時も、例えば、最初の5曲やったエッチャーに、エッチャーありがとうって、もう2人とハグして、うん、ありがとうってはけてって。で、そっから MC 挟んで、で、次のドラムは、つって。ドラムのセッティングもしなきゃいけないからさ、ちょっと MC で繋ぐわけよ。そう。で、ザックス出てきて、2曲叩いて。で、うまい！めちゃくちゃうまいな、あの人。俺、てか、ボーンズの曲、ちゃんと聞いたことないんだけど、めちゃくちゃうまい。うん。で、ザ・ギフト。だから、新しめの曲がこう入ってくるわけ。アナザー・スターティング・ナインとか、ザ・ギフトとか、再結成後の、再結成ってごめん、活動再開後の曲がここで、6曲目、8曲目に来て、で、まあ、ブランニュー・サンセットに戻るわけだけど、だから、このメイキング・ザ・ロードからの曲を、と、ザ・ギフトからの曲、あ、ごめん、見るとこだった。までをやったわけですよ。4曲ね。うん。そう。常のセッティングではできないよ。多分あれは常にしか叩けないと思う。だから、それぞれみんなの自分のセッティングで、叩きやすいのでやってると思う。で、みんなやっぱ手癖とかもあるから、そのハイスタの曲を叩くっつっても、難しいよね。しかもド緊張すると思うよ。ハイスターとして叩くってなったら。うん。いや、温度感もそのまま行く。俺が感じたことそのまま行きますよ。チケットも俺もう本当にね、ハイスターが発表されてから申し込んで、最後の抽選で当たったんで、そう、サタニック行くつもりじゃなかったから今年。うん。で、もしかしたらこれ、新曲発表ってなった時にこれあるんじゃないか、サタニックってちょっと思って、申し込んでよかったわ、本当に。はい。で、こっから最後のドラムに入るわけです。今、ここまで9曲やりましたね。9曲やって、5曲やって、4曲やって。で、最後、MC 入ってる、ザックスありがとうっつって、ハグして。もう、しかもザックスはね、ずっと笑顔だったんだよね。それもなんかよかった。うん。で、最後のドラムがこう変わるときに、真っ赤なドラムがこうガーって、台ごとね、移動してって、真っ赤なドラムがガーって入ってきたの。あれ？今日このドラムセット見たなと思って。え、どのバンドで見たんだっけ、このドラムセットって思ってたら、マキシマムザホルモンだって思って、そして出てきましたよ。なおちゃんが。なおちゃん出てきて。で、うわーって湧くわけ、会場も。だって今日見たホルモンが、まあ、ザックスとエッちゃんは昨日の出演者だから、二日投資券の人じゃないと昨日見てないわけよ。俺は昨日見てないから、その、昨日の鍵盤とかどうだったかとか、ザ・ボーンズ、ね、がどうだったかとか、ライブがどうだったか、MC がどうだったか、それぞれね、昨日の、ステージもみんなやっぱハイスターへの思い、ピザ・オブ・デスへの思いをすごい伝えてたらしいんだよね。例えばワニマ。昨日ワニマ出てたんだけど、ワニマって今もう、ピザオブです、レーベルピザオブですから移籍しちゃったじゃない。だけど昨日のセットリストは、ピザオブです時代の曲ばっかしだったの。その、ちょっとさ、紅白とか出てからワニマってさ、なんかこう、
いい曲なんていうの、いい歌詞系のバンドにちょっとなっちゃったじゃん。昔ってすごいエロいっていうかさ、こうワンチャンスとか歌ってたじゃん。あんなことやれるかも、ワンチャンあるかもみたいな曲とかさ、いいからって曲とかさ、いいから気持ちよくするからとかさ、そういうの歌ってたワニマ、その頃のワニマだったんだ、昨日は。セトリを見た感じではね。でも何年前のセトリスだこれっていうツッコミあったぐらいだったらしい。それぞれやって、KJ、ドラゴンアッシュ出てたんだけど、KJ は、その、バンドマンがね、大丈夫って言ったってことは、その後、そのバンドマンがステージでどんな顔をしてたとしても大丈夫なんだから、みんなはね、余計なことを気にせず楽しむだけだよ。っていうことを言ったらしい、MC で。それは要は、ケンバンド。ケン横山が鳥だったから、ケン君の顔がね、もし、ちょっと、いつも違ったとしても、憂鬱な顔してたとしても、常がいなくなって。だけど、大丈夫って一回言ってるわけだから、もうそこは、気にせずね、みんな楽しむだけだよっていうことを KJ が言ったとかっていう話も入ってきたりとか、入ってきたってこれ自分で、検索したんだけど、そう。昨日の夜もうワクワクしちゃってさ、夜勤だったんだけど、もうずっと今日のサタニックどうだったんだろうとかってさ、見てて、そう。で、そっからのこのなおちゃんは、今日のね、ホルモンのライブ MC で、十何年前まで自分たちも、私は、ピザオブデスの T シャツ着て、そっち側で見てましたと。お客さんとして見てたと。サタニックじゃないよ。まあ、いろんなライブだと思うよ。うん。まあ、来年で17になるんですけど、っていうところから始まってね。冗談で。で、その時にね、当時、ライブハウスで出待ちして、ハイサルライブ見て、出待ちして、3人にサインを書いてもらったピザオブデスの T シャツがあるんです。私の一丁らが。だ今日はもうそれを着てくる日だと思ったんだけど、S サイズでした。っていう。もう、なおちゃんもね、もうお子さんも産んで、だいぶふくよかですから、パワードラムとして。うん。もう入らなかったんですよ、キッズ時代の T シャツは。だ残念ながらね、自前の T シャツでしたけども。まあ、そんな熱い思いをね、ハイスタがいなかったら、自分はライブやってないマキシマムズホルモンじゃないし、今でもそっち側で皆さんと同じ立場でライブを見に来てたと思う。だから気持ちはわかるみたいな MC をした上で出てきたから、うわーと思って、うわーこれハイスタと一緒に緊張するだろうなーと思って、第一声がもうゲボ吐きそうっつって。そう。で、一番喋ってたね。ドラム3人の中で一番喋ってたね。で、1曲目、Can't Help Falling Love やって。あ、てか、この曲の前にね、ドラムセットチェンジしてる時に、ケン君が久しぶりにね、Loving You やったね。Loving You ってやつあんじゃん。ハイスタのライブでは定番になってるやつ。あれを久しぶりにやったね。うん。あと、The Sound of Secret Mind って曲の、を、なぜかアカペラで2人でちょこっとやって。うん、サウンドオブシークレットマインド、俺もすごい好きな曲なんだけど、アングリーフィストン入ってる。それをずっとケン君は、なんか常さん亡くなってから、自分のライブで毎回やってたんだよね。で、昨日もやったらしい、ケン横浜のバンドで。で、なんで明日ハイスタあるのに、今日、これやるのって思うでしょって。でもこれは常の追悼のために歌ってたんだよねって。だから今日でこれ歌うのは最後って言って、昨日歌ったのが最後だったらしい。うん。で、今日はハイスタではやらなかった。まあ、その二人でなんかちょちょっとやったような感じ。うん。コウさんはじめまして。お邪魔します。いらっしゃいませ。いろいろお話聞けて。いや、聞いてってください。なんだろう、みんなの思いも語ってってください。ハイスタの。もう俺もう、ハイスタでね、実は、常、亡くなった時に、一本動画撮ったんですよ。めちゃめちゃ、したら、気づいたら1時間喋ってたから。こんな動画誰も見ねえと思って、お蔵入りにしたんですよ。何回編集しようと思ってもカットするとかなくて、ほとんどもう、ノーカットで55分ぐらい喋ってる。車運転しながら、ハイスタについて。俺のハイスタとの思い出とかね。この時の俺の、今常がいなくなった俺の気持ちを残しておきたいと思って撮ったんだけど、あまりにも長すぎたし、自分で見たキモ、こいつと思って、お蔵入りしたんですけど、そんなもあるから、もう今日は、本当にもう、俺の今日見てきた思いを全部吐き出しますんでね。
来れなかった人も行った人もハイスター今まで見たことある人もない人もハイスター好きな人はちょっとねぜひ聞いてってほしい、うん、一緒に話しましょう。こんばんは、パープルミントさん。サタニックチケット取れなかったの羨ましい。あれいやもう本当にね、うん、取れなかった人多いよねきっとね、うん、はい。じゃあ次行きますね。で、ラービンヒューだってもう愛さずにいられないよみたいな、なんちゃんの MC から入ってきてもんで、なおちゃん出てきた時点からもうちょっと泣いててさ、ちょっと泣いてて、そう、でももうプレッシャーえぐくてゲボ吐きそうみたいな笑いに変えてたけど、さすがの、うん。で、キャンとエルポーリンラブやって、カバー曲この1曲だけだったね。やっぱね、ハイスターの醍醐味って俺カバーだと思うんですよ。もちろんオリジナル曲もいい曲いっぱいあるし、俺の好きな曲も今日も ここまでほとんどそうだけどね。でもハイスターってカバーで とんでもないなんか才能を発揮するっていうか、一回曲をバラバラに分解して再構築するときにハイスターの色が必ず入る。3人の色が深く入る。まあボーカルの色、なんちゃんのベースは俺あんまりそんなにカバーに関しては評価してないけど、でもケン君のギターとで常のドラムもうね、もうどのカバー曲もそうだね。俺例えば好きなんだと Have you ever seen the rain とか I won't know Have you ever seen the rain とかあんじゃん、あれとか、あとはピンクパンサー、これ音源インストだけど、ピンクパンサーもそうだし、初めてのチューマイファーストキスもそうでしょ。あれなんてもういろんな人カバー、ハイスター版をカバーしてるもんね。そう、このキャンエルフォーリンラブももちろん良かったですよ。うん、そしてその次ニューライフ来ました。もうこんな古い曲やってくれると思ってなかったから、このさ最初のドラムでもうハイハットの音で分かるじゃん。で俺はそこでやっぱりちょっと違和感を感じてしまいました。 あのね常のあのツク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 ツ、あのニューライフの時とあとスターリーナイトの時のイントロで使うあれがどんだけ常が滑らかなハイハットだったのかっていうことが分かってしまいましたね今日ね。別の人が同じ曲をやることで、うん、まあなおちゃん緊張してたのかもしれないけど、なんか俺固く聞こえちゃったんだよね。うん、でも本当あのツク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 って来た時点で俺はもうズワって鳥肌立つんだけど、いつも、うん、スターリーそれともニューライフってなるんだけど、そうで別にこれ別に奈緒ちゃん否定するわけじゃなくて、ただの俺の感じたことだけだからね。うん、全然いいその以降のニューライフに何の問題もなかったし、ただその導入の部分だけ、イントロの部分だけは俺はあ常がいないんだなってふと我に返っちゃった瞬間だったね。うん。で、ニューライフ、もう曲中はもうめちゃめちゃ盛り上がるわけですよ。ハイスターライブって、もうなんていうの、シンガロング、みんな歌うじゃん。もうみんな何千回ってハイスターの曲聴いてるからさ、もうみんな歌うよ。なんだったらみんなケン君パート歌うじゃん。うん。例えばさ、こう、スターリーナイトだったとしたら、上、ん?ちょっと待って、歌詞出てこねえ。これさ、後ろで BGM になってるからさ、歌詞が、あれなのよ。で、チューリンスター、で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 、待ってね。おー、スターリーナイトの時にさ、後ろでさ、おー、おー、そう、レミウィッシュ、シューリンスター。そう、あの時にさ、とかさ、ケン君の、おー、おー、おーの方みんな歌うじゃん。とか、ニューライフにしたってさ、待ってね。Now I'm enjoying my new lifestyle の時もさ、なぜかハモリの方をなんかみんな行くっていうかさ、歌いたくなっちゃうっていうかさ、あれがもうハイスターライブ一番気持ちいいとこなんだけど、その、声量の多さ、あれで圧倒されてじわっとくる。うん、で今日いろんなバンド見たけど、やっぱりね、なんか知んないけどね、ハイスターって音がすごい通るんだよね。
俺がまあ聞き込みすぎてるのからなのかもしれないけど、まあ PA さんとの相性とかも分かんないけど、聞いた場所もでもほぼ一緒のとこで聞いたんだけど、ハイスタの曲はもうとにかくぶっ刺さってくるわけ。なんちゃんの声とケン君のギターが、うん、でそこに常にドラムっていうのが最高の3ピースだったんだけど、今回その3人さまざま変わってくんだよね。うん、でもなんか斬新だったよ。なんかバスドラ強いっていう印象のね、特にこのエッちゃんはなんかバスドラ強いなって印象だったし、だから一番しっくりきたのはザックス。でなおちゃんはもうなんか MC も含めてハイスター愛がすごく伝わってきて、うん、今日叩くって決まってからストレスでこんなに太っちゃいましたみたいな、ちょっと待ってなんで私が喋ってんのよみたいなMC しちゃったことに後悔して我に返る瞬間とかね。うん、でこの曲マキシマムソン、マキシマムオーバードライブですよ。これももう総初期のね曲ですけど、うん、なんならファーストから入ってるからね。マキシマムオーバードライブをやる前に俺たちのこの曲からもしかしたらバンド名を取ったのかなって思ってたんだよねとかっつって、そしたらまあ聞いたら違うっていうことだったんだけどっつって、でもそうだったって思ったら嬉しくないっつって、ホルモンがさっつって俺たちの曲名からバンド名作ったんだって思ったら嬉しいじゃんっつって、だからもうそういうことにしようみたいな感じでなんちゃんが言ってでこれをやるんだけど、これはねあのドラム完璧だったのよ、なおちゃん。あのね最初にこうゼッテクテッテクテッテクテッテってやるんだけど、デーデデ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 デってイントロに入ってく前のドラムだけでめっちゃ持たせて、なんちゃんももうさ、俺たちさこうやって今日ノーマスク、完成 OK、 まあモッシュライブ OK っていうサタニックだったのよ。3年ぶり ?4 年ぶりか分かんないけど。で、まあ、それ以外の現場でもさ、基本的には声出し禁止っていうのをこの3年間強いられてきた人たちが、俺たち3年ぶりにみんなの声聞くんだよ、つって。みんなが動いてんの見るんだよ。だもっと来てくれっつって。だとりあえず飛んでくれ次の曲の頭でみたいな感じで、もう、マキシマムオーバードライブのドラムでかなり引っ張って、もうみんなジャンプで。もう1分ぐらいしか持たないんだけど、もうおじさんだから。ふくらはぎがもうパンパンになってきちゃって。うん。そう。でも、ケン君もですね、ランちゃん、そろそろ行くよ、みたいな話。でも、珍しく、ワン、ツー、スリー、フォー、デーデレ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 って入ってったから。うん。で、マキシマムオーバードライブめちゃくちゃ良かった。あの曲やっぱ上がるよね。うん。最大級に。でも、次の曲が最後だから、って、そう、まあいろいろ話して今回ピザオブデスに本当感謝してる、今日来てくれたみんな、来れなかったみんな、今日叩いてくれた人たち、袖で見てるバンドマンたち、みんなに感謝でありがとうっつって、つねちゃんもありがとうねみたいな感じで、ナンバがもう空見てさ、うん、届いてるよちゃんとみたいな、やれてるわ俺たち、鳴らせてるわみたいな MC から最後の一曲聴いてくださいっつって、これです、 Dear My Friend。 もうね、もう誰に向かって歌ってるかっていうのも明らかじゃない。もうスタートトゥデイもそうで、このスタートトゥデイから、これ今日新しい配信が今日始まりますね。で、新しいスタートラインもで、自由を感じろみたいなことも言いつつ、挨拶にいられない新しい人生でも最大級にやっていくよ、これからも親愛なる友よ。もうね、もうダメだった。この Dear My Friend は、しかもさ、もうなんか、こう、メインステージ、ちょっと待ってね。思い出したら涙出てくる。ステージがあって、まあ、3人いるじゃん。で、両脇にでかいモニターがあって、後ろの方をお客さん見れるようになって、そこだけがカメラで、後ろはいわゆるそのバックドロップっていうさ、ハイストの、ロゴがこうぶら下がってる布に見せかけて実はスクリーンだったんだけど、この Dear My Friend の時に最後ツデの映像が流れてきて、
もうそこで俺もダメになっちゃって多分みんな泣いてたと思うあそこ。うん、泣きながら歌ってたね。そうで、これで林さんライブは終わりました。アンコールなし。なんかね、本当に続けるっていうことを選んでくれてありがとうって思ったし、うん、次がいつになるか何もまだ未定だけどっつって、また会おうねっていう、うん、また会おうねって言って去ってったからまた会えるよみんな。今日行けなかった人、今日行けなかった人もまた会えるから、明日に。今日初めて来た人って言ってる時にね、手挙げてる人が結構いたし、うん、俺より年上の人たちもめちゃめちゃいたけど、林さんドンピシャン世代って多分俺よりちょっと上からだから、うん、90年代95年ぐらいにライブハウスにバリバリ行けてた人たちだからね。俺当時まだ高校生だからさ、うん、酒も飲めない時代だったしそうだ、その時の二十歳とかね、20前半の人たちが今来てたんだろうなと、うん、思いました。いや本当に良かったな、行けて。うん、ヘイスミスの MC もね、よかった。ダガミックス見えてきた。うん、見てもらえる泣いた。いや本当泣けたよ。めちゃくちゃ良かった。ディアマイフレンド締めはやばい。いやこんなセットリスト見たことない、ハイスタで。こんなセットリスト見たことないよ。うん、これ上げてくれた人ありがとうございます。ツイッターにね。これ、省エネ、省電力モードにしてる気持ちもわかるよ。会場めちゃめちゃ電波悪くてさ、普通の状態で持ってるとどんどんバッテリー減ってくから、もう省エネモードにして、通知を切って、うん。やっとかないとね。それでも 71% で済んだんだね。この人何時から会場に来たのか知らないけど。うん。もうでも即上がってるからね。だって俺会場出たのが21時2分とかだから、会場出る4分前にこれもうツイッターにアップしてるんだな、この人すごいね。タガミックスね、今日いたのかな、ローアイQ1のステージにいたのかな、わかんないけど、その時ねあんま見てない。トシローが出てきたんだよね、ローアイQ1のステージにスーパーステップの曲1曲やって、あ懐かしいと思って、で俺サタニックのなんか置物と一緒に記念写真撮りたくて並んでたんだけど、メインステージ見えるとこだったから、わスーパーステップの曲やってると思って、珍しいと思ってバーって見たら、ボーカルもう一人いるなと思ったらトシローでさ、うん、そう今日は来たくなかったっつって言ってた MC で、うん、今日は本当に来たくなかったんだけど、3人組がさ、3人組じゃなくなったのを、その現実を見たくなかったんだよっつって、だから本当に今日は来るつもりはなかった。だけどいっちゃんが一曲出てくれよって言うんでっつって、しょうがなく来たみたいな。でも結局もう一曲歌ってうん、でも最後に敏郎はこの縁を作ってくれてありがとうございましたっつって言ってたから、本当は見たかったんだと思うよ。そりゃそうだよね、あんだけさあハイスタ復活を望んでた人でさ、復活の立役者なわけじゃないね。それがあの日以降公に何も発信してないもんね、ハイスタについてね。すごい思いがあるんだろうけど、うん、そう2曲一緒にやってたそうなのよ。まあ敏郎のローはね、もともとロー IQ1 のローからもらってるんだもんね。あと、タガミックスのローも、そうだよ、確か。あの人、タガミ何ローだっけ？タガミックスって、タガミ何ローだっけ？忘れちゃったな。スキャフルキングやってるよね、今でもね。うん。あ、シュータローだ。シュータロー。うん、いやだからエアジャム世代からそうやってね残ってる人たちがいるっていうのもなんか
嬉しいなと思う。まあブラフマンはもうその最たるものだけども、だ今日はロンジがやんのかなとかね、もしくは俺カシクラ君とかワンチャンあるんじゃないかなとかね。だ後釜って重たすぎるよね。ハイストの後釜って重たすぎる。だ俺はでもちょっと良かったのは、今日いろんな人がやるっていうのを聞いた時に、もうハイスターがに憧れて始めたい人たちなんて山ほどいる中でさ、自分がハイスターとして叩けるかもしれないっていうのはとてつもないプレッシャーだけど、でもそんな経験ってないから、ハイスタンダードっていうのはもういよいよ本当にみんなのものになったんだなっていう風に思ったのよ。すごいことだなと思ったんだけど、でも今日みたいなスタイルはもう多分やらないっていうことなんで、まあ今後だ、俺の予想ではその横山健という男の性格からして、一旦とりあえずサポートとして入ってもらった人とやると思う。で、しばらく一緒にやると思う。1年ないし2年ないし、やった上でもうこれでここまで一緒にやってくれた何々ちゃんに対して、いつまでサポートでいいんだって俺はある時思ったんだみたいなコラムを書いて、だからこちらからお願いして彼はハイスタンダードの正式メンバーになってもらいましたっていうんじゃないかなって思ってる、勝手にね。長年横山健という男を見てきたデルノーチの勝手な予想ですけども、でそれをまあライブの MC かなんかで発表するかコラムで発表するか、そうで、ランちゃんがまたわけわかんない MC を挟んでちょっとぐちゃぐちゃにしちゃってまあさ、ハッピーで行こうよ、俺たち今ハッピーだからさみたいなこと言って、あの次の曲っていう感じになると思う。TDC って誰だ、ドラム、ドラマ、あ、スキャフルのドラムの人、この人 この人 DDC だったっけあれ、この人だから昔それこそあれよ、ロー IQ1 のお披露目の時にさ、あれやってたじゃん、エアジャム2000でさ、ロー IQ1 マスターローとして出た時、マスターローとして出た時に常とツインドラムでやってたよ。だ合わせられるっていうことだよね、そういう意味では。リトルジャイアントとかね、一緒に叩いてた。スキャフルワンマンやるんだ。ねえ、だからスタイル似てる人を選ぶのか、それとももう全く別のところからの二人が刺激を受ける人とやるのか、わからないね。だからなおちゃんは今回唯一初めて、ナンバ横山とし、をセットで一緒にやった初めての女ドラマーだってことらしい。だからもう名実ともに初めての女になりましたっつって言ってたけどね。そう、このハイスタンダードセットリストって俺自分で手落ちしようと思ってたやつ消すわ。ビートブレイカーズでいっちゃんと常もやってた。あ、そうそうそう、だからあの二人やっぱ絡みがあるんだよ。常はもうだから結構いろんなねとこでもやってたし、それこそ有名なとこだとチャットモンチーとか、あとはコッコの後ろとかでも叩いてたよね。M ステ見てたっていうか、なんとなくこうやってたらさ、なんか聞き覚えあるドラムとか思ったら常、やっぱ常みたいなさ、そういうこととかもあったよね。あのスプラトゥーンのドラムとかさ、常よね、あれもう常の音だよね。世代の人間としては TC 期待した。まあだからまあそうだよね。でも誰がやれんだろうな、世代の人は逆に やらないんじゃないかな。だってもう自分のバンドも忙しいしさ、
あいみょんもやってた。だから俺はもう若くて常さんのドラムで育ちましたみたいな、もう常さんの手癖全部いけますみたいな人が来るか、それかもうやっぱめちゃくちゃベテランエアジャム世代同世代から行くか、どうなんだろうね。柏倉くんは面白そうだけどな、柏倉くん来たらちょっとどうなるんだろう、ハイスターっていう感じはしちゃうかな。変態だよね、あの人もね。あとはハワイアンのね、あの人もバーベキューで一緒にやってたから、ハワイアン、畑野さんか、あの人も可能性あるかなとも思ったけど、で結局さ、多分県横山じゃなくて横山県の性格上、昔の曲だけやってると多分飽きてきちゃうんだよ、あの人。だから新しいハイスターがザ・ギフトツアーの時とかめちゃくちゃ楽しそうだったから、俺たちパーマネントの、じゃねえや、現在進行形のバンドになったんだよ、俺たちは。だから聞いてくれ、俺たちの新曲を、つって嬉しそうに MC してたからさ、昔のやつなんてコピーし、ただのコピーバンドじゃん、みたいなさ、風になっちゃうのが嫌なんだと思うんだよね。だから多分入れると思うよ、俺一人。サポートじゃなくて。物言える光栄みたいなやつ。まあそうだね。どう、三人でずっと決めてきたわけじゃん。あの人たちはさ、常に三人で、CM の曲のオファーが来ました。三人で会議して。でもこの CM の曲やっちゃうと、俺たち、あの曲の人バンドだ。あの CM のバンドだってイメージついちゃう、じゃない？って一人が言ったら、あ、じゃあ誰々がそういうんだったらやめよう。やめる。とかね。そういうふうにいつも三人で決めてきたって。言ってたから、これちょっと俺画質ピント合ってない？別にいいんだ、俺のピントが合ってよかったからいいんだけどねえ、まあちょっとね、楽しみですよ、ハイスターの今後に。楽しみ、今後のハイスター楽しみです、本当に。ヘイスミスってかさ、俺いわゆる今日いたバンドの中でも、まあ、テインフィートとかもさ、何曲かは知ってるけど、そのがっつり好きっていうレベルじゃないんですよ。でもちょっと世代が下っていうかさ、うちの妹とかはもう京都大作戦毎年行くような、8つ離れてたから、うちの妹が一番好きなのはエルレガーデンで、で、まあその次が、10フィートとかの世代。で、初めて一緒にエアジャム行くってなった時に、マキシマムズホルモンでこうやってやってた時にさ、妹の俺ヘッドバンキングはちょっと見たくなかったなっていう風にね、微妙な気持ちになったんですけど。常の映像は過去映像。楽しくやってるライブの風景だったりとか、あと、オープニングでも流れたのよ。ハイスタが始まる前に、モニターに流れて、その時はね、てー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 れーれーれーてーれ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 ー、あれ、カーペンターズだっけ？あんじゃん。あれのカバーを BGM に、なんちゃんが歌ってるやつ、なんちゃんっていうかハイスターでカバーしたやつか、それを BGM に、今までの常の映像が動画だったり、写真だったり、そう、それこそカリフォルニアでレコーディングしてる時に裸になってるところの写真映像とかね、あ、サイモン&ガーファンクルだ、そうだそうだ、そう、あれはやばかった。 いきなりそれで始まったって、累戦ゆるゆるの状態からのスタートトゥデイだから、やってんなと思った。
やってた。ちょっとビールおかわり取ってきますね。俺今日ほんと飲みたかったよ。ほんと飲みたかった。まだお話付き合える方はお待ちを。いや、サイモン&アガンファックも普通にいいよな。ベスト持ってたわ、俺、そういえば。昔、なんだっけ、キンキキッズが出てたドラマ、野島伸司の、なんかいじめのやつのあれで、冬の散歩道っていう、でん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 が主題歌で使われてて、何この曲って言って、すぐ、当時中学生かだった、なんかだった俺は、地元の CD 屋さんに行ってサイモン&ガンファークルベストを買って、そういうオールディーズをね、オールディーズと言っていいのか聞いてましたね。その後まあロック少年になるんですけども、最初はでもちゃんとキッスとかね、ディープアップルとかから入りましたよ。そう。で、俺スケボーをやってたんだけど、その時にね、やっぱスケボーの当時って今みたいに YouTube とかないから、みんなビデオでね、トリックやってんのを見るわけ。で、海外のビデオ、あとサーフィンもやってたから、サーフビデオとスケートビデオにメロコアがめちゃめちゃ使われてて、何このジャンルみたいな、かっこいい。まあメロディックハードコアっていうらしいよ、みたいな。まあ、要はパンクの中の派生したジャンルだとかつってさ、あ、そうなんだ、パンクってラモンズとかじゃないのみたいな。今はこういう感じらしい、カリフォルニアの方では。で、バッドレリジョンとかノーエフェクス、オフスプリングあたりかな、よくき、あとまあまあいろいろ聞いたノーユースとかね、そっからファットレコードとかエピタフとかを知ってくわけですよ。で、そういう西の音にね、がっつりハマってって、で、俺98年かな ?98 年にタイに家族で引っ越すことになって、その時に、タイでテレビがないんですよ。テレビ見れないから、タイのテレビが何喋ってるか分かんないから、まあ、ケーブルテレビが入ってたから、MTV 見てたら、ファイスターのファイティングフィッシュ・アングリーソウルの PV が流れた。で、あ、何この曲つって、日本人でこんなメロコアやってるバンドいるんだつって、知ったんですよ。98年の9月かな、あれは多分。確か。97年忘れたわ、どっちか。結構カラッと生えした。いや、ほんと常いたらね、ノーエフとやってたと思うよ。ノーエフ来ないわけないか、日本に。だからケン君とケン番、ケン横山 VS ナンバー69みたいなスプリットもさ、あれ斬新っていうけどさ、あれ要はノーエフェクスとランシドがやってるわけよ、一回。10年ぐらい前に。お互いの曲、彼らのスタイルはお互いの曲をカバーする。5曲ずつだったかな、確か。だからランシドの曲をノーエフェクスがカバーして、ノーエフっぽく歌う。で、ランシドは逆、ノーエフの曲を、みたいな。あれはいい企画だ。しかもそのツーマンで、ね、ツアー回るっていうのをやってて、結構な数やってたよ。あ、ウィゾーね、懐かしい。いや、いますね、音楽好きの人たちね。今日は、タイトルを見て来てくれたのかな、サムネと。ありがとうございます。たまーにこういう話をしたいんで。普段俺 YouTube でね、最近もうなんか料理とか食べ物に関することしかね、アップしてないんですけど、たまにこういうことしたいんで、雑談の時は。雑談の時は何を話してもいいと思ってるんで、よかったら、チャンネル登録してってくれたら嬉しいです。はい。
ノエフ、ランシド両方かっこよかったね。ランシドもさ、もう今すごい、もうティムがさ、ひげこんなサンタクロースみたいになっちゃっててさ、でもスキンヘッドだからさ、頭のもう入れ墨がもうすんごいことになってるよね。あのもう昔のモヒカンのさ、つるっとしたさ、かっこよかったタイムボムの頃のティムはもう今いないけど、うん、でもまあかっこいいよね、ランシドね。最後にランシド見たのは、いつだったかのね、パンクスプリングかに来た時に、ワンマンやってくれたんだよね、東京だけ。赤坂ブリッジで。もうなくなっちゃったけど。そしたらそれがさ、サードアルバムの、発売20周年だったかな、15周年だったかで、サードアルバム完全再現ライブだったんだよ。めちゃくちゃやばくない？ランシドのあの名盤だよ。あの、ティムがこう座ってるモヒカン、のジャケットこうさ座ってる。あのアルバムの。うん。ザ、ヒゲでフラッシュだよね。ザじゃねえ、ティムか。うん。そうなんだよな。あれ、酒でも飲み始めたのかな。うん。ストレートエッジでしょ、あの人。ノーエフェクスのバンドのタイトル意味は知ってる？ストレートエッジの人たちはさ、みんな X って言うじゃん。まあ、ここに X って入れたりとかさ。まあ、酒と薬やらないよっていう。ノーエフはノーファッキン X なんでね、実は。何でもやるよっていう。うん。で、今日そういえば言ってたわ、ヘイスミスのボーカルのイガリが、まあ、継承略でいきますよ。そう、二重否定。あのね、MC の時にね、今回さ、常が亡くなった時の前日かなんかにさ、彼の YouTube チャンネルでさ、横山健人の対談の前編か後編かどっちかが上がったタイミングの翌日かなんかに、後編だ。翌日が上がった、上がった翌日に、常亡くなるってニュースが流れて、はって思った。なぜならその動画の中で、スタジオで対談してたんだけど、音楽スタジオでね。今隣に常、練習しに来てるよ、みたいな。常にも出てもらうみたいな、玄君が言うんだけど、いやいや、ちょっと、そんな恐れ多いです、みたいな。だから元気なんだんだな、と、その動画を撮ってた頃は、まだ少なくとも。スタジオ入ってたってことだし。で、サタニックも出る気満々だったっていう。だから余計衝撃でさ。うん。でも彼が MC でね、本当に一番辛いはずの二人が一番強い選択をしてくれたことがとにかく感謝ですと。で、もう今日は言うわっつって。自分は10代の時が本当にクソみたいな人間で、あの人は86年生まれだと調べたら。86年1月生まれ、85年の年の人たちかな。だから俺からしたら7つ下か。だからうちの妹世代だからね。うちの妹世代で、まあ、10代か酒に溺れて、ドラッグも やってたし、もう社会的に許されないようなことをたくさんしてきたと。クズみたいな人間だった。だけど、ハイスターに出会って、ハイスターの音楽に出会って、自分も音楽やってみたいって思えて、今の俺が あるんですと。だ、俺を救ってくれたのは、もう間違いなくハイスターなんですっていう MC がもう、本当に良くて、その MC が刺さって、もうなんか魂の叫びみたいな感じで。ヘイスミス見たの2回目だったんだけど、YouTube ちょこちょこ見てたから、なんかもういきなりもうちょっとグッとおじさん掴まれちゃったね。今度だからライブ見てみたいなって思った。実際今日のライブすごい良かったし、うん、なんかちょっと敬遠してたのよ、その10フィート以降の。まあ自分たちでもうフェスやるくらい大きいバンドだけどさ、10フィートだったら京都大作戦とか、ヘイスミだったら始まぜとか、
ね、まあもうみんなそれぞれすごい、シムとかも自分でフェスやってるじゃない。うん、でもそれも全て礎になってるのはやっぱエアジャムだからさ。誰ももう右も左もわからないような。だってフェスがもうフジロックとエアジャムしかない時代、97年からね。やってるわけ。しかも当時だってノーギャラだってよ。バンドマンみんなノーギャラだった。97、98、2000。参加アーティスト全員ノーギャラですよね。エアジャムって。だって楽しくみんなでお祭りやろうっていう趣旨だったから。うん。千葉マリンスタジアム借りてノーギャラだよ。すごくない？ナハイさん全部出すと。うん。そうし、動画アップしてなかった。あ、配信で喋ってた？いや、あれ出せないよね。一番注目集まってたと思うよ。あのチャンネルが。あの時。うん。で、今はもうフェスはさ、全部もう、もう、たくさんのフェスが今あるからさ、そっから二十何年経って。もう一本のギャラっていうのは大体決まってるみたいね、相場がね。うん、だから昔みたいな自由なフェスっていうのは、まあ、できないのかもしれないけど。うん。じゃスポンサーも、その分つきやすいだろうし、誰でも要は、ね、集客力があれば、フェスは開けるんだろうな、と思いますが。うん。でも98年のだからエアジャムとかはすごいよね。その当時豊洲、まだ空き地だった豊洲にさ、ステージ立てて3万人集まってんだから、全員ハイスタン以外全員インディーズバンドだよ。なんだったらレーベル契約もしてないようなバンドもね、いたような時代だからね。だからそっからそれで3万集めちゃうんだみたいななって、2000年のエアジャムやった頃にはもう数多くのね、エアジャム系バンドたちがメジャーレーベルと契約してるような時代になってましたけども。まあ、主にトイズファクトリー系が多かったけど。うん。トイズってやっぱね、面白いよね。そういう新しいものを好きというかさ。うん。ジュン・スカイ・ウォーカーズが確か第一弾なんだよね。第一弾アーティストなんだよね。ジュン・スカをむしろ出すためにできたレーベルみたいな。ジンスカイウォーカーズもこの前ね、何十周年あれ ?30 周年とか、うん。もっとか ?80 年代だから、40周年か。かなんかのフリーライブね、やってましたけども。うん。98人時のエアジャムの空気感が一番たまらんか。いや、そうでしょ。だって、あの映像を見ていきたいと思ったんだから、俺。98のエアジャムのビデオ何回見たか。うん。もういろんなバンド出てきて、それこそ、今もういないバンドもたくさんいるよね。イエローマシンガン、アーバンテラ、まあバックドロップどうしてるのか知らないけど、リーチ。誰が出てたっけ、あと。ハスキンもメンバーチェンジしてるし、スーパーステューピッド、取り前だったよね。うん。グラビー、サム、俺サム最後のライブ行ったわ。ラストライブ。うん。3月6日に解散したんだよね、渋谷アックスで。今は亡きね。サムのラストライブはいろんなバンド出てきて、それこそリーチもいたし、てかサムとリーチはもともと、あれだよね、シャーベットとしてピザオブですから、そのバラバラになる前はシャーベットとして確かやってたよね。うん。二曲ずつね、みんな歌っていくみたいな。ハスキンと、リーチと、トロピカルゴリラでしたかな？違ったかな？なんか忘れたけど、そう、なんちゃんプロデュースのやつ、シャーベット。で、ハスキンがね、ケン君プロデュースだったよね、確かね。うん。いや、98はね、ほんと良かったよ。で、最後、ハイスタが取りで出てくるんだけど、ケン君がステージに出てきて、指2本で、クイッ、クイッ、クイッってやったのね。指2本で、クイッ、
クイの3回目のクイの時にもうおいがもう始まってて、みんなのクイおい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 、指2本で3万人おいさせる男、俺もう濡れたよね本当にこの人についてくしかねえよっていうねうん、あの A ちゃんもじったハイスタタオルって出てきてさ、赤いお、あれがね、今日はなんちゃんが持ってきてたな、なぜか、うん、それケン君のパターンじゃないんだ今日はっていうね、うん、そう、ハイスタね、いろんな思い出ありますよ、うん。俺ちょっとじゃあ自慢一個ちょっと待ってあるかな。ハイスタのレポだけ上がんねえの、なんとか、あ、わかんない。今日はもうでも、ハイスタのライブ始まる前に、録画、録音、一切禁止っていうのを改めて、こう、プラカード持って回ってたから、とにかく情報漏洩やめてくれっていうことだったんじゃないかな。ちょっと待ってね、俺の懐かしの写真をさ、今、いっぱい出してきてるんだけど。あ、じゃあこれサマーソニックか。今日さ、一緒にじゃねえや、写真撮ってくださいって言われた人が、あの、映るんです持ってたんだよな。今なんか若い子また流行ってんでしょ、映るんです。久しぶりにカリ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 パシャってやったわ俺。うん、懐かしいと思って、映るんです、これ全部映るんですで撮ったやつだけどさ俺ちょっと待ってね、俺のね、フジロックの写真があるんですよ。どれだっけな、めちゃめちゃ俺写真ばっか撮ってたからさ昔からそれが好きで YouTube 配信なんてね始めちゃってるわけですけどもねえな、これ元カノとか出てくるからさ、急に胸がえぐられるんだよな。危ないんだよ。こういう昔の写真あさってると。ちょっと待ってね。ここになかった。元カノ見せてくださいよ、ダメだろ本人の許可がねえわ。うん、これじゃねえ、ちょっと待ってね。これさ、ちゃんと書いときゃいいんだろうね、入り口にこう。うん、懐かしいな、この時からやっぱ昔からハイスタの T シャツ着てんだな俺。どれだ、こうやってこうやって探していくわ。あ、これ1個フジロックあった向きが合ってないっていうのはね。あ、これもフジロックだなフジロックでね6年ぐらい働いてたの昔あ、エアジャム2000の写真あるよ、見えるかな。よいしょ、ほらエアジャム2000行った時の千葉マリンスタジアム夏あれ、違うな、
今日のピントがうんこすぎる。いや、ピント合ってなかった。映るんで再スタって聞いたらなんちゃんのなんか違わねえかな。それさ、また元カノ出てきた。あのさ、サウンズライクシットの映画の中でも言ってたよね。でも当時ね、よく言ってたよ。ブラフマンのライブの MC とかでもね、外出ていきなり写真とか撮ってくんじゃねえっつって。ロンジが。歳郎当時喋んなかったから、一切。震災以降だから歳郎喋るようになったの。MC でね。俺たちはガチャピンムックじゃねえんだよ、パンクスなめんだっつって、フルチンになって、怒ってた。ロンジ。今やアイドル、ロンちゃん。うん。まだなかったわ。ちょっと待ってね。まさか最後の4冊の中に入ってるとはな。うん。かわいい、ロンジ。ロンジかわいいよね。ラーメン好きなんだよな、あの人な。あれ、なくね？俺、なくしたのか？なくしたのか？見落としたのか？エアジャム2000のあの暴動が起きた時にね、俺、先導してたからね、いけいけっつって、こっから抜けれるぞっつって。そう、上からバッチリ映像撮られてたわ、俺。ああ、一個はあるなぁ。あれ、どこ行っちゃったんだろう。なくしたんかな。もう一回ちょっと一から探すわ。飲みながら。今ピント合ってるよね。大丈夫だよね。いや、でも当時のあの熱狂的な人気が多分もう嫌気がさしたんだと思うよ。サンズラクシットもさ、よく撮れてるよね、あれね。本当に。本当に嫌だったと思うよ。ケン君のもう本当に顔がさ、うん。2000のブラフマンの時。マットの時は俺、もう下にいたから、わかんなかった。あの、ブラフマンの時ももう、ブラフマンの時にあの、もうぶっ壊れたあのゲートのすぐ横にいたのよ、俺。で、俺友達が2人ビール買いに、スタジアムの方、通路入ってて、戻ってこれなくなってたのね。ブラフマンの1個前かな。ブラフマンの1個前の時に入場規制かかってて、戻ってこれないってなって、うん。あ、マットの時もそうだったんだ。マットの時はあれでしょ？柵が、前の、そっちで、あれしちゃったって、やつでしょ？ゲート壊したとかじゃないよね、あれね。音2回ぐらい止まったやつでしょ？違ったっけ？それサマソニックだっけ？なんかマット、その思い出あるな、俺。あのフジロックのアルバムでこれどっか別にやったのかな。
こんなにないことあるか。一個はね、これあるわ。フジロックで。これピザオブデスのさ、OKB。大久保さん。合う、これ。このタオル巻いてるの俺ね。若かりし頃の俺ね。で、この真ん中の俺の弟ね。まあいいや。ちょ、これじゃなくて、これじゃないのよ。フジロック面白かった。この時はいい、よ、古き良き時代だったね。うん。ジョー・ストラーマーとも写真撮ったよ。クラッシュの。あと、ケミカルブラザーズとかね。ケミカルブラザーズとツーショットとか撮ってる。店員やってるとね、いろんな人来るのよ。で、ジョー・ストラーマーが来て、Do you have any キノコっつって、当時、日本で合法だった。マジックマッシュルーム持ってないかっつって、クラッシュのね、ボーカル、ジョー・ストラマーが来て、俺は持ってないけど、俺の友達が持ってるかもしれんっつって、今日、富士に普通に遊びに来てる。で、持ってる今日っつったら、持ってるよって言って、俺の友達持ってるから夜届けに行くわっつって、店閉めた後に、ジョー・ストラマーたちが溜まってた場所に行って、キノコ届けたら、俺の友達紹介するよっつって、出てきた友達がジョーストラマだったわ。あ、これ懐かしい。サムのラストライブ、サムのラストライブ行った時の俺、あ、見えるかなこれ、ピント合わないかな。サム、チケット1枚譲ってくださいっつって、俺がなんだこの格好、ふざけんの。あ、やっちょう、お疲れ。メン好き。いい名前だね。やっちょうホルモン好きだよね。今日、マキシマムズホルモン見てきたよ。メン肩こってりしてきましたよ。その翌年にジョーストラマー死んじゃったからさ、あの時のキノコが原因なんじゃねえかなって。思ってんだけどね。俺の友達が間接的に殺したんじゃないかなって。マジフジロックの写真ねえや、俺。どこ行っちゃったんだろう。羨ましい。ハイスタも好きだもんね。ハイスタも見てきた今日。ハイスタも見てきたとか、ハイスタを見に行ったんだけど。俺マジねえや。どうしたんだ、俺。何を探してるか、じゃあ言うわ。難波くんとの写真なんだよ。ツーショットがあるんだよ、俺。俺の、一番大事な写真なんだけど、大事すぎてどこにしまってしまったかわからなくなってる。難波くんと、あとその、奥さんとね、三人で写真撮ったんだけど、まだ奥さんになる前のね、まあもうねえか、これ。こんだけ探してないんだったらないかな。どっかしまったんだな、多分別で。若かりし頃のもう、アホやってる写真しか出てこねえや。やたら乾杯してるよ。しょっちゅう、こう、乾杯してる手の集まってる写真が出てくるわ。謎の。また探しとくわ。また今度見つかったらライブで。うん。俺、波福のラーメン食べたいんだよね。俺、あれ、通販頼んじゃった。再開してたから。だから7月の1週間目かなんかに、波福のラーメン届くんで、俺、それちょっと動画にしますわ。
食べたことある人いる？なんちゃんが やってるラーメン屋、新潟の結構美味しそうなんだよな、あれ。ツネティ買えなかった今日。だから明日から通販始まるから明日頼むわ。てか俺着いたの今日1時過ぎだからさ、もう着いたらね、まっすぐホルモン見て、2時からので、ホルモン終わってからシムの間にごめん物販行くっつって物販見に行ったんだけど、もう1個だけテント閉まってて、テントが10個ぐらい横並びしてたんだけど、1個だけテント閉まってて、あ、これ絶対ハイスタだろうと思ったら、まあ案の定そこハイスタで、だ今日の会場でしか買えなかったあの3人のデザインのやつと、あとステッカーセットと、アイマラットの先行とは別バージョンのバックプリントと逆になってるやつかな。多分先行でアイマラットの売ってたやつって多分前があのドクロとネズミで、後ろにハイスタンダードだったのかな。それが逆バージョンが今日会場で売ってたみたいで、それ買えなくて。でツネティはね、そのやっぱ欲しいって人がたくさんいるから明日から通販でやるって、今日ももうほとんど来てる人いなかったよ。多分買えなかったんじゃない、みんな。なんだったらもし昨日から物販あったんだったら、うん、昨日の時点で売り切れてたかもしれないね。昨日の時点でハイスタのブースがあったのか知らないけど、2時半とか3時だともう全然無理だった。うん、今日行った友達が少し前に波服、あ、行ってたんだ。いいなぁ。現地でできれば本当は食いたいけどね。ま、でも最近のテイクアウトっていうか、お取り寄せもさ、かなりクオリティ高いから、期待はしてますよ。うん。ね、それこそその、ヘイスミスの動画、ナミフク食べに行ってる動画見た時に、食ってみてえな、これって思ったら、あの人うまそうに食うよね。ヘイスミー狩り。いやー面白かったな、余韻が。うん、幕張はでもやっぱいいね。イベント会場としてもう百戦錬磨だよね、あそこはね。うん、不満がないわ。まあ物販とか並んだりしたらあんのかもしんないけど、うん、普通に外のケータリングも別に激混みってわけじゃなかったしね。うん、まあ味はともかく、まあフェス基準、まあ俺がやってたね、フジロックで俺がやってたガーナ料理の方が全然うまいけどね。うん、これは別に身内びいきとかってわけじゃなくて、だって俺たち当時、フジロックの時とか一食500円だったよ。ビーフステーキライスとか、ジョロフライス、ビーフステーキナン、500円。で、ハイネケンも500円時代。今だってもうビール、今日だったらビール700円だったでしょ？缶ビールだよ、しかも。缶から移してさ。で、ほとんどの食事一食1000円だったからね。ああ、もう倍なんだ、今。まあ、円高とか、あんのかもしんないけど。ラーメン食べられてるやつだけど、美味しかったと言ってた。それは信憑性ありますね。いいですね。麺好きって名前から言われると余計にね。余計にいいですね。俺、でも最近結構ね、ラーメン行ってるな。二郎も、ちょこちょこ。何店舗か行ったしね。うん。今度上がる動画が、狭山ヶ丘の、鈴の木という、そこもすごくあっさり、まあ、波彦に近いような見た目の、うん。ラーメンなのでね、ぜひ見てください。
食には興味あるんですか皆さんは。今日は音楽についてね来てくれたけども、音楽談義でここまで付き合ってくれてますけども、でそもそもみんなさ、最近行ってるライブ、このコロナ禍のさ、俺ライブ一回も行かなかったんだけどさ、コロナ禍にライブ行ってた人たちどういう雰囲気だったの、フェスとか全然わかんないんだけどさ。でも今日のみんなの楽しそうな顔を見てる限りでは、あと演者の人もそうだし参加者の人たちもそうだけど、よっぽど窮屈だったんだろうなって思うわ。うん、今日もモッシュピットの中でマスクしてる人たちだから、俺自殺行為だろうと思ったけどあ、むしろ飲食店経営してる。へえ、食べに行こうかな。差し支えなければ店のな飲食店経営してたらいけないでしょう、なかなか。うん、ここで書くのがあれだったらね、俺のDM 名古屋名古屋か。でも俺三重にね、実家があるんで、ワンチャンあるな、名古屋経由。うん、名古屋はでも大体いつも寄っても俺駅前で済ましちゃうから。一回だけ遠出したのは、味仙の本店だっけ、今池本店、うん、味仙今池本店は行きました。だから台湾ラーメンが食べたくて、だから思ったよりちっちゃいのね、丼がね。でも一口食べて分かったわ、すぐ理由が。この辛さはこのサイズじゃないと無理だ思ったコロナ禍の時は行ってないけど、最近セックスマシンガンズ、あ、行ったんだ。へえ、なんかマシンガンズのあの人なんだっけ、ギター、じゃあベースの人なんだっけ、名前しちゃったな。その人のなんか話この前聞いたんだよな、なんだっけな、どこどこなんか割と近くのとこでベース作ってるみたいな話聞いたんだよね、忘れちゃったな。だからね、もうあそこのメインのボーカルの人なんだっけ、朝ちゃんだっけ、あ、ノイジーか、ノイジーがなんかね、のベースが割と俺が仕事で寄るような近くのエリアでベース作ってるみたいな話聞いたんだよね。あ、そうなんだと思って、こんな身近なところでと、ただそれだけの話なんだけど。でもうちの職場に昔からインディーズバンドにいる人がいて、一回メジャーまで行ったのかな、ビクターで。ドーベルマンっていうね、バンドやってた人がいて、そのボーカルの人なんだけど、その人が本当はセックスマシンガンズ入る予定だったんだって。でも名前がちょっとっつって断っちゃったってだから朝ちゃん、朝ちゃんじゃない、あんちゃんにハイトーンディストーションボイスの出し方を教えたのは俺なんだよっつって、ほんまかいなと思いながらね。うんでもその人のハイトーンディストーションボイスめちゃめちゃ綺麗だから、これはあながち嘘じゃないかもしれないと思って。で、一回 TBS でのケーブル版のやつで、なんか音楽番組担当してたから、そう、嘘じゃないかなと思った。うん。俺、朝ちゃん巡礼が今、たまにフジロックの脳みそになっちゃってたから、あんちゃんだよね。配信者、さ、音楽関係の箱とか、元従業員。いや、俺はね、普通にバンドマン、元バンドマンで、フジロックで働いてたっていうのは、たまたま、うちの職場の知り合いが、そのガーナ人と知り合いで、そのガーナ人が、フジロックに出店してたから、手伝わないって言われて。で、合間にライブ見に行けるよって言われて、行きたいって、2001年から。2001年トリオオアシスだったかな。だからあるよ。まあ、今探してなかったけど、リアム、リアム・ギャラガーと、
写真撮ったりした。リアムね、普通に食べ歩き好きだから、フェスでいつもね、歩き回ってんのよ。うん。サマソニーでもいたしね。富士とサマソニー行ったかな、出店。でも富士の方が楽しい。俺はね。俺は、都市型フェスより、当時はその富士ロックのその自然の中で、いろんなところで音が鳴ってるっていうのがなんか、すごい居心地よかったね。風も気持ちいいし、まあ雨とか降ったりするんだけど、すごい有名なさ、ミュージシャンが演奏してるのに、それをなんか、BGM にしながらビール飲むみたいな。最高じゃん、これ。うん。やっぱタカミックスやっけ、違うでしょ。ノイジー武蔵境のバーミヤで。あ、そうなんだ。へぇー。バンドマンはやっぱ、飲食店多いのかね。まかないがついてるからって。うちの職場も結構バンドマン、元バンドマン多いんだけど、やっぱ飲食店の人が多いよ。やっぱまかないがついてるのが相当食費が浮くから。うん。あと、休みの融通が効きやすいみたいなこと言ってたな。経営者からしたらたまったもんじゃないけど、まあ、バイトっていう風に割り切れば、そうなのか。タガビックス、なんでタガビックス引っ張ってくるわけよ、俺に。同い年ぐらいかな、でもあの人。何歳、タガビックスって。名古屋はでもね、ダイヤモンドホール行きましたよ、昔。マットとココバットのツーマン。めっちゃ面白かったなぁ。あと、ランシドも行った。ダイヤモンドホール。うん。タガミックスは、72年、あ、だいぶ上だわ。だいぶ上でしたわ。こんな上だったんだ、あの人。50歳か。うん。もともと大阪？大阪は行ったことない。昔、ファンダンゴとか、有名だったよね。大阪ってね。十三だっけ？十三？なんて読むのか。十三って書くのを。うん。今だとどこになるの？大阪って。あ、全然わかんないわ。NMB48 劇場しかわかんないわ。うん。元、ベース吉本。NGK の目の前ね。うん。大阪の美味しかったたこ焼き屋。あ、重曹なんだ、やっぱ。重曹ファンダンゴ。あ、シャーベツとかサムとか。そうそう、その時代ね、よくね。全国ツアーのやっぱ、あれを見るとさ、いつも書いてさ、ファンダンゴって。これ、重曹なのかな？土佐なのかな？重曹なのかとか。うん。読み方いつも分かってなかったけど、重曹なんだね。うん。ナンバー、なんだっけ。あー、忘れたな。なんか、今あるよね。ライブ、盛んなとこね。うん、大阪のそのたこ焼き居酒屋があるじゃない、大阪って。そう、アジホってところ行ったんだけど、めちゃくちゃうまかったな。味にほ、あのほが、あの稲穂のほ、実るほど神戸を垂れる稲穂かなのほ、稲穂のほ。うん、俺はブラフマンとツーマンでビッグキャットは行ってない。うん。アジホうまいよね。あそこめちゃくちゃうまいよね。あれ東京にも欲しいんだけど、あれ。土砂降りの雨でもね、並んでたよ、人。あそこのたこ焼きと、あと、なんだっけ。あ、行ったことある。たこ焼きとさ、土手に、土手にだっけ、土手に、なんか忘れたけど。それがめちゃくちゃうまかったなぁ。昔一回大阪行った時、視聴者さんとそう飲んだね。うん。
いいな、大阪は飯がうまいよね。かすうどんとかすげえうまいしな。あ、だしのたこ焼きなんだ。だからうまいんだ、あれ。あれ、酒のつまみに最高よ。あと、なんだっけ、タコタコキングかな。たこ焼き居酒屋他にもないのっつって、タコタコキングもあるで、って言われて、タコタコキング連れてってもらった。もう10年以上前かな。うん。あとね、お好み焼き屋の、あ、名前忘れたな。なんだっけな。ひらがなで、あー、忘れたわ。もう、俺さ、年々記憶力が落ちてるわ。昔こんなスラスラ出てきたのに。なんだっけ、ハートフルじゃなくて、どうだっけな。なんだっけな。あー、もう悔しいな。脳細胞死んじゃうわ、これ。ああ、もういいや。名古屋か大阪来たら安くてうまい店。あ、オッケーオッケー。名古屋行くわ、じゃあ。名古屋行くわって言ってどうしたらいいの、これ。ツイッターかなんかで言えばいい。ツイッターフォローしといてよ、じゃあ。明日名古屋行きますって言うから。じゃあワンチャン。すぐ近くに有名なダーツバー。あそこか。浅野聖子のとこ。ひらがゆかりじゃない、もっと長いハートフルみたいな、そういうなんかジェントルメン違うな、なんだっけな、なんかひらがなにしなくていいでしょっていう名前だった。あ、忘れたわ。うん。ダーツ界隈、大阪でお好み焼き食べるとき、ダン。へぇ。大阪でもさ、どこで食べてもそれなりのクオリティのもの出てくるよね。焼いてくれるしな。あと、あれも美味しかったわ。もう観光用になってんのかもしんないけど、チボ、千の棒って書いて、まあ、チェーン店なのかな、もう。でも、普通に焼いてくれて美味しかったし、あと、肉吸いも美味しかった。うん。肉吸いのお店なんだっけ？千歳だっけ？なんだっけ？うん。ダーツバーはパラブシュか。それ、キャバクラみたいな名前だな。ワンタイムいくらですか？うん。脳細胞死んじゃうよ。まあでもいいや、もう。友達聞くわ、大阪の。昔一緒にバンドやったやつがね、大阪帰って。で、俺が仕事で大阪行った時に連絡して、で、そう、連れてってくれたんだけど。うん。で、結局2軒目も行こうっつって、2軒目は、だるまだっけ？なんだっけ？串カツのチェーン。で、俺はそこで初めて紅生姜の串カツを食べて、なんてうまいんだ。これ東京にもあった方がいい。で、今はあるわ。10年以上前なかったよ。東京に紅生姜の串カツなんかなかったね。フロマージュ、ちょっと違うな。そんなケーキっぽくないんよね。うん。千歳有名だよね。千歳の肉吸い普通に美味しかったよ。肉吸いうどんも美味しかったし。大阪でもほんと食べるもんいっぱいあっていいね。かすうどんとかだってさ、安いじゃん。まあ有名なとこ行ったら高いのかもしんないけど。うち親父がもともと大阪だから、でも昭和20年代の大阪で多分記憶が止まってるからさ、俺が通天閣の下の方で、新世界か。新世界で、串カツ食い行ったとかって言ったらさ、お前あんな危ないとこ行ったんかっつって。父さんの時代は、鎖釜持ったやつがいたぞっていう。昭和20年代だからそれ。俺が生まれる30年前の話で、以上前の話で。
お父さんが高校の時はカバンの中に鉄板入れてないと危なかったとかってさ、新世界を通る時はそんなとこだったの、新世界って昔ねえ。今別にそんなことないよね。串カツ有名なエリアだよね。でも西成はちょっと怖かったな。俺一回ライブ見に行った時に宿代ケチって一泊1500円の宿に泊まったんだけど、西成のちょっとやっぱなかなか夕方になってくるとね、雰囲気が変わってきたね。昼間はなんか歩けたけど、夕方はねなんかね、道にワンカップ大関の空き瓶が置いてあって、これ絶対触っちゃダメよって言われて、これ明日のあ、朝のね出稼ぎの人たちの場所取りだからっつって、ワンカップ名前も書いてないワンカップ大関ポンって置いてあって、これで場所取りってと思ったね。あとはパスモってさ、タバコ買うためのカードがね、今もあんのかな、あれがパスモなしでも買えるよって言って、カエルのデザインがしてあるタバコの自販機があって、いやパスモなしで買えないだろタバコはっていう、ここ西成って治外法権なんだなって改めて思ったね。うん。去年はダン行ってパラブ行って飛び出しんち、飛び出しんちか、いろいろなんかある、あるで、あ、通りがあるでしょあそこって、妖怪通りとか。うん、飛び出しんちはもう今唯一のなんていうの、あれちょんの間なんじゃないの。昔は10メートルおきに猫の死体と不老者がおった。あ、新世界そうだったんだ。自販機のジュースの値段が危険度に応じて安く西成のなるほどね、それでわかるんだ、なるほどね。うん、でもなんかレビュー見たんだよホテルの。そしたら合鍵が作られてると思った方がいいので、ホテルを出るときも貴重品は部屋に置いていかずに、道にあるコインロッカーの方が安全ですって書いてあったから、ちょっとマジと思ってだ、銭湯行ったんだけど、風呂なしだったから部屋が、銭湯行った時も、もうマジ、じゃ部屋から財布は持ってくわけじゃん。でも銭湯のコインロッカー、なんていうの、脱衣所のさあそこも鍵作られてたらどうしようとか勘ぐっちゃって、俺下駄箱の木の札あるじゃん、下駄箱の、あの木の札は偽造できないだろうと思って、下駄箱の靴の中に財布隠して、で銭湯入った。うん、そう、いまだにカラーテレビあるすごいな、時代がね、やっぱりあそこはすごいんだね、西成っていうのはね。まあ今やちょっと有名になってるけどね。うん、お、明日早いので、そうそう、ありがとうございます。コウさん。遅くまでありがとう。なんか、コウさんも音楽の話ね、結構、付き合ってくれましたね。ありがとうございます。またこういう話しましょう。うん。今日はね、もう音楽に特化した話したんで、いつも来てくれる人がね、全く来なかったな。来てたのかもしれないけど。ありがとうございました。じゃあライブも終わろうか、そろそろ。まあこんな感じでね、やるライブもたまにはあるんで、はい。また、よかったら遊びに来てください。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。まあ基本、最近は食べ歩きのね、動画とか、自分で料理作ったりしてる動画ですが、飲み雑談は大好きなので、また飲み雑談は やろうと思うんで、その時はぜひよろしくお願いします。楽しかった、俺もありがとう。というわけで、2時間くらいかな、ちょうど。皆さんお付き合いありがとうございました。次ハイスタまたライブやるときは、行こうと思うんでね、ぜひお楽しみ。あとはなんか今ちょっと かけなかったけど、忘れてたけど、こんなあの辺のライブバンド気になるわみたいなあったら、ぜひこのアーカイブ残すんで、アーカイブのねコメント欄とかにこのバンドぜひ見てほしいとか、まあツイッターとかもねでもいいんで絡んでくれたら嬉しいです。僕も新しいバンドは知りたいんで、どんどんアップデートしていこうかなと。それぐらい今日ハイスタの熱には
やられましたね。まあこれからもう死ぬまでね、ハイスタンダードを追いかけていこうと思うんで、ぜひ皆さんと共有していけたらと思います。はい、というわけで明日平日にもかかわらず日曜日の夜遅くまでありがとうございました。おやすみなさい。チャオ。